こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で1万円選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。あれですね、まあ皆さんご存知かもしれませんけれども、ちょうど岩田書店のある砂川市のあたりがずっとバカ雪降ってるんですよ。バカ雪っていう言い方ももうちょっとわかんないですけど、なんでそんないっぺんに降るのっていうぐらいいっぺんに降っててね。いや、もともと雪の多い地域ではあるんですよ。豪雪地帯っていう道内のね、北海道の中でも雪降りやすい地域と降らない、あんま降らないよっていう、あんま降らないのが千歳空港のあるね、あっちの方とか、やっぱ降らないから空港も作りやすかったりとかさ、あるんだけどさ、まあ、バカかっていうぐらい降って、ここ何日かでもうね、なんだろう、無理土曜から、まずね、もうちょっと前から降ってはいるんですけど、土曜が一番すごかったかな。土曜日の日に朝、まずゴミを捨てに行けないぐらい、こう膝上っていうんですかね、雪が。で、とりあえず必死で雪をこいで生ゴミを捨ててそれからもうしゃあねえなっていう、除雪やるかと。だから土曜日って岩田書店やってんですよ、12時までね。なんですけど、社長ももう一瞬で車を諦め歩いていったからねこいで、雪こいで出勤してったからね。1時間ぐらい雪かきしたとかっつって報告されてましたけど、でも勘弁してっていうぐらいで、土曜日もうちょっと頭がちょっと飽和するぐらい雪をかきまして、でもうね、ちょっと人の手じゃ無理だなっていう山が残っちゃってさ、重機で残してったやつがね、本当に無理で砕けないのよ。それで本当にいつもお世話になってる私ね、本を読む時のハンドクリームとかも作らせていただいてるボンズっていう美容室のね、店長に本当に絶対に100億%忙しいのしてたんだけど、あの子がまあ本当親孝行者でですね、お父さんにその除雪車を買ってあげたんですよ。もう意味わかんないでしょ。すごいのよ、彼女。でね、そのお店の名前が入った除雪車を所有してるんですよね。で、彼女のとこすごいのは、それでお客さんの家とか回るわけ。私も本当に申し訳ないけど、ちょっとどかすの手貸してくれないかっていうメッセージを打っといて、そうだな、2時3時ぐらいだったかな、午後のね、連絡が来て。いや、もう無理、もう遅いですかって電話来たから、いや、遅いことないんだ、本当に申し訳ないけど、重機でちょっとこう壊してほしいんだって言ったら、その彼女のお父さんもね、朝4時に、出てったっきり、もう連絡もつかずに、ようやく今帰ってきたって、もう2時3時で、そんなお父さんにさ、ごめん、今からあそこもう一回行ってくれる、岩田さんのとこ行ってくれるみたいなさ、言ってくれて、もうお父さんも本当に嫌な顔一つですね。はいはいっていう感じで、もうすぐ来てくれて、でこっちは鉄のスコップでこうね、補助する。だからね、私は餅つきだと思ってるんですよ。急に何言ってるか分かんないでしょ。砂川市って流雪溝っていう国道沿いにね、国道12号線沿いにこう穴があって意味分かんないでしょ。そう、道路の端に、歩道と道路の間って言えばいいの、ね、あるでしょ、白線との間、あそこに鉄のね、網っていうか蓋をしてある穴があって、その穴の下にお湯が流れてる、この時期だけね、流してくれる。それ流雪溝っていう、流れる雪の溝って書くんだけど、その流雪溝を活用します。そこにこうちょっと崩したのを入れるっていうね、作業をさしたわけですよ。何年か前に流雪溝の動画も上げてますので、よかったら見てください。すっごいね、事故ったね、年があって。まあそんなこともあったんですけど、その流雪溝にこう重機でね、砕いたのを上手に入れる、もう本当に技術があるそのお父さん、マジでショベルカーの使い方がもうプロですね、プロ。まあもううまい。あれね、本当にうまい人ってこうなんだなっていう操作の仕方で。で、私はそのシャベルでですね、穴が詰まらないようにこう餅のね、餅っこを返すみたいな感じで合いの手を入れるっていう調子でね、そういうふうにやるわけですよ。まあ綺麗にやってくださいまして、本当に頭が上がらない、足向けて寝れない、そんな感じ。感謝。いやー本当にっていうぐらい降りましてね、まあ現在も降ってるんですよ。それでまあ日曜日、そしてもう散々パラやって除雪して、もう日曜日やりたくないと思ったけど、日曜日は降って、日曜日もやって、して明けて月曜日、また月曜日もまあまあ降ってて、もうね、なんて言えばかな、車の上に50センチぐらい積もってるみたいな。え、バカなのみたいなね、ほんとそういうね、意味のわからん状態でさ、もうしんしんと降るわけよ、音もなくね、雪が。なんか静かだなと思うと朝起きるとさ、だんだんなんか私も眠り浅くなってきてさああ、雪かきしなきゃ、朝起きなきゃみたいなさ、もうさ、病んでるよ、ダメ、うん、ね、なんかほんとね、ある程度もう車さえ出ればいいやとかさ、そういう感じなんだけど、もう車も出ないし、春になったら溶けるようなんだけど、春までもたねえぞっていう。いやーほんと、でも土曜日だったら多分家から出れないっていう方いたんじゃないかなっていうぐらい、うん、なかなかごついかったですよ。だから先週の木曜日ぐらいから、木金土日月とずっと降ってる。いやー困ったねー。ほんと、しかもね、寒いのよ。雪降ったらあったかいっていう約束なのよ何言ってんのって感じですけど、雪降らない方が放射冷却現象でね、結構10度以下っていうんですか、マイナスね、スーッとくるんですけど、寒い上に雪が降るっていうね。まあその分雪サラサラ、もう降った最初だけだよ。最初だ、もう吹いて飛ぶようなね、まあ、量は多いけどね、サッサラのパウダースノーですよね。スキー場とかはいいんじゃない？わかんないけど。さあさあというさ、感じで。だから全ての予定が除雪に塗りつぶされるみたいなね。でも本当にその人の助けというのがですね。人は一人では生きていけないんだよみたいなさ、もう本当そうなっちゃうよね。という週末を過ごしました。はい。いやー危なかったわ。他にもいろいろあったんだけどまあとにかくその除雪によりいろいろ吹っ飛んだっていう感じはありますよね。あとはね、なんだっけな、そう、新しいブックカバーを今作ってる最中なんだけど、あれです、サンプルがね、一回サンプル作ってみたの上がってきて、なかなかいいですよ、うん、なかなかに良くて、でじゃあこの方向でやろうかみたいな。で今ちょっとまた別の業者さんと打ち合わせをこれからしようかなみたいな。ちょっとね、うん、なんとかな1月中にいろいろ話が進むようにはしたいなとは思っているで候という感じですね。でさ、あ、そう、久しぶりっていうかさ、ウルトラマンが、新ウルトラマンが面白かったっていう話をねして2回ぐらい見たんだけど、面白いんだ。で、すっごく庵野秀明って感じがウルトラマンで、ゴジラの記憶がさ、シン・ゴジラね、私本当にシン・ゴジラの記憶全然なくて、なんか見たらしいんだけど、何も覚えてねえと思ってしてまあ配信してるから見たのよ。いや見ても思い出せなくて何を考えたんだろうね、全然覚えてない。でまあ見たら面白かったっすよ、うん、でウルトラマンほど庵野秀ではないけど、でもあすごい庵野さんっていうところもやっぱり多分にあって、で役者さんがいいね、うん、すごく私の好きな役者さんがたっくさん出てらしたので、余貴美子さんとか超好き、あと、国村隼人さんすんごい好き、一時期もう大好きすぎて好きすぎてみたいなとかさ、あとあの人出てたよね、なんだっけ、岸辺露伴やってる人、なんとかなんとか一星君何も名前がすっと出てこない、病に罹患してるんですけれども、そうそうそう、非常に良かったよね、面白かった。そう、何が面白いか、あ、でもあとやっぱ曲がさ、曲も良かったよ。あのね、例の伊福部先生のねゴジラのテーマを聞くとやっぱりわーってなるしさ、であれでしょ、庵野さんとやっぱタッグを組んでるし、ウルトラマンもそうだったけど、エヴァンゲリオンとかも音楽全部やってるあの詐欺師さんっていう方の曲でさ、あーこの感じわかる、八島作戦みたいなさエヴァ来ちゃうみたいな、そういうねあれがなんかすごい人間ドラマって感じ。ウルトラマンはやっぱウルトラマンの物語っていう感じでだったので、設定重視だとかなんかイメージがあって、ゴジラはねすごい人間ドラマっぽくて面白かった、もう一回見てもいいなと思ってというあれでしたね。それでもうさ、あのミニオンズフィーバーだっけ、新しいやつ、私ミニオンズフィーバーはね子供たちを連れて映画館に見に行ったんですけど、あれがもう有料ですけどレンタルでアマプラで配信になってて、ミニオンズフィーバー私ミニオンズの中で一番好きかもと思って、面白いもん、すごい直美出てくるしね、渡辺直美、もうだから映画館でさ喋った瞬間に「えっ直美だ!」と思って声がね。あとそう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 、怪盗グルーっていうさミニオンズのねあの男の人主人、ミニオンともう一人の主人公みたいなグルーが声がさ笑福亭鶴瓶さんじゃない、鶴瓶師匠の声、あれあのまんま子供の時代のグルーやるんだからほんとすごいよね、あの人ねちょっとやっぱりどうかしていやもう人というよりキャラクターに近いんだなと思って、でこの声の人の話みたいなことをしてたら子供たちに写真を見せてね、こちらのおじさんいやおじいちゃんですって見せた、すごいびっくりして、えこの人がこんな声出してんのみたいなね、びっくりするよねって言って面白かった、非常にキャラクターもいいしね、あとやっぱちょっと時代感がある80年代70年代7080年代っぽい音楽とかが非常にいいです。ノリノリのダンスミュージック当時のねとかエンディングとかね、ああいうのがこう子供だけじゃなくて大人にもいいなってなるかねと思いました。そんでなんだっけあれ全然関係ないんだけど、全然違う話なんだけど、インディーゲーム、インディーズゲームっていうのはスイッチとかで配信になっててさ、すごい結構安いワンコインで買えたりするやつもあって、有名なのってないかな、ヒューマンフォールフラットとか知ってるかな、ぐにゃぐにゃの人間を操作してこう謎解きパズルみたいなやつがあるんだけど、またその感じでなんかガチョウがねガチョウになるのよ、アヒルだっけ、なんかそのアヒルだかガチョウだか知らないけどに自分がなってしまって、それでいたずらをするっていうね、いたずらをしながら指令内容がいたずらなんだよね、要するに農園で飼われてるアヒルでガチョウで、農園のおじさんがいて、でそのおじさんの邪魔をするような指令がいっぱい入るっていうね、それをクリアしていくっていう、アヒルだからくちばしで物をつかむとかさ、そういうあとガーガー言うとかできることが限られてんだけど、そこでこう頭を使っていろいろおじさんの裏をかいてやっていくみたいな、なんか地味に面白いねと思ってあれ見てて笑っちゃうんだよね本当に。やっぱ最近はなんて言うんだろう、ファミコンみたいなさ、みんなで見ながらワー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 できるようなゲームっていうのがやっぱり任天堂さんだなっていうのは思いましたね。というね、閉じこもるには本当に最適な雪具合なんですけど、閉じこもってばかりもいられないので頑張って動こうかなと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。雪には気をつけてね。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。